政治資金で家族旅行をしていた疑惑が指摘されている東京都の舛添知事が。今日のその疑惑について、今日の定例会見で説明するとした上で。知事の職務を続ける意向を示しました。とにかく調べさせてください。その上でですね、まあ、あの頑張って何とか。あの夜を徹してでもですね、明日の会見にまるように。 今あのみんな頑張ってやっておりますんで本当にこれを反省してですねしっかりと信頼回復しないといけない増添知事はこのように述べ知事としての職務を続ける意向を示しました増添知事をめぐってはかつての政治団体の政治資金を使って家族で旅行したり外食したりしていた疑惑が浮上しています増添知事は確認作業を徹夜で行っていて今日の記者会見で 詳しく説明する考えを示しました記者会見は午後2時から行われます